領域に突入して鬼を追う。今なら鬼の目で痕跡が見えるはずだ。外に出て調べるぞ。本当に痕跡なんて見えるのかしら。見えないっすけど。この外に出ないといけないのか。え？あ、こっちか。ふるさとにはストーンヘンジという遺跡がある。どことなくカラクリ遺跡に似てるな。なぜ急にその話。正気に気をつけろ。大隧道。何あれ。あ、敵か。どこに痕跡があるんだ一体。痕跡なんてないぞ。あ、痛い。あ、酔ってる。ありがとう椿。痕跡なくない？こっちは。単に雲がいっぱいいる。あそこにあの玉振り回復あるっぽいな。あ、違う。え、これな、あ、あれか。ちょっと待って、ここか。マフチ襲来しちゃった。ちょっとシルベを取って、マフチどうしようかな。いいか、マフチはただの白いミフチだからな。さよなら。私が呼び出しといて、さよなら。よいしょ。まあ今度倒すわ。今はそれよりも鬼の痕跡を見つけないと。あ、あそこ。出たー、お前か。グヒグヒ。今さっき戦ったばっかだけど。あー、難しいなー。いいな、コンピューター弾振り使い放題です。お、引き寄せてる引き寄せてる。せーの。ドーン。あ、やばい、引っ張られる。ちょっと痛い。はい、ハンネル回復、回復したい。どう？全部壊してやったわ。あー、もう全部破壊。ドーン。お板はダメですよ。お板はダメですよ。あ、よし、浄化に成功。じゃあな、地獄で会おう。イエーイ。とりあえずここを取っといて。物の譜になる時に。あれかな、あのカムナだ。びっくりマークのとこ。びっくりマークのとこ戻った方がいいのかな。よいしょ。刃こぼれした太刀だ。ここら辺で
あったあったあった。何か見えるな。さっきあったっけこれ。鬼の痕跡か。信じられない。鬼の足跡みたいなのが見えるわ。南に続いてるな。辿っていこう。どうぞ。あれなんでさっき出なかったのこれ。まあいいや。こっちだな。ねえ、この鬼の手って博士が作ったのよね。からくり人形なんて連れてるから普通じゃないと思ってたけど。結局ここ一体何者なの。どこまで行くんだ。サム。これだから異界って嫌なのよ。え、痕跡が途絶えてるな。途絶えてるな。鬼はどこに。もしかして。あ、シルベ。痕跡が消えることってあるの。時間が経ちすぎるとダメだと聞いた。諦めて戻った方がいいかもしれないわ。行動限界もあるのよ。いや、来るぞ来るぞ。なんか来る、なんか来る。え、なんだこいつ。初めてかも。立ちはだかるやつは切る。でかい。ちょっと待って。尻尾と両足と角ね。はい。かっこいい音楽が。ナイス。今のうち尻尾狙っとくか。お、ナイス。誰かドーン。よいしょ。全身全霊で切り裂く。全身全霊で。よし、足取った。しっぽいって。ちょっと、この鬼の手って説明書とかないの。ないよ。想像を具現化する装置だ。とにかく R2 とか押せばいいんだよ。ドーン。いいわよ、当たって砕けてやるわ。砕けちゃ困るけど。コマさん、ボロ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 取れてく。あとは角は誰かやってくんないか。必殺技で。お、ナイス。足とかもいいんだけどな。あと尻尾届くか。届いてんのこれ。しゃ。意外と攻撃当たんない。見えない。失敗。ああ、もうちょっと尻尾埋まってる。いいぞ、限界まで強くなってみせ。変身したな。追い込まれるのが好きなのか。マジか。角行きたいんだけどな。誰か。おお、危ない危ない危ない。よかった。角をつかみたい。こっち向いてくれるかな。向いてくれない。どこ向いてんのこいつ。こかすか。違う。何してんの。ちょっと痛い。何それ。パネル出しとこう。あ、ここか。ドーン。よーし、角
角いったか、角いったかな。ドーンでちょっと尻尾取っといて、おお痛いっす。いいや、パネルあるから。ファンネルあるから今のうちに。いやー、ファンネルなくなってるか。あ、またまたこれ、またそれ、今のうちに尻尾誰か頼んだ。椿ナイス、イエーイ、ドーン。あー、またか、これよし、行こう、ナイス。あと足と、あ、またこれ、逃げよう。尻尾取ったのにな。ナイス、足、ナイス、ナイスです。今は足を取るよりもちぎりたい、ちぎりたい。あと一歩、ドン。うわ、終わっちゃった。どんなもんじゃい。お、見た目ゲット、静か御前だ。愛しき方を求めてて、癒しだ、癒し。癒しだったよね、確か静か御前。解消ね、解消ね、よかった。引き返そう。あ、光ってる、やべ、ちょっとやべ、ごめん。あ、完全破壊だった、完全破壊になってた。ここでお会いできようとは。あー、源の義経、いつまでも待ち続けます。けなげ、また正気の穴が開いてる。え、またワープすんの。あ、ここ穴開いてますよみたいな。大隧道、一体何が起こったの。わからない。あ、戻ってきた。ちょっと正気の穴見てきた。ねえ、御霊の、まあ御霊の影響だね。無事だったか、椿。ヤクモ、戻ってたのね。それに紅月、
久しぶりですね、椿。あ、知らない人がいっぱいいる。あなたがいてよかったわ。じゃあ北側の鬼は殲滅した。我ら侍がな。来た来た、トウヤ。侍たち途中から来て美味しいとこをかっさらっただけではないか。来ないよりは幾分マシだったろう。来ないよりは。途中で侍部隊が合流してくれたのです。おかげで鬼を撃退できました。皆も無事でよかった。こちらも侍のカムナが助けてくれたんだ。守備はどうだ。倒したさ。そうか、よくやった。仕事は終わりだ、戻るぞ。ああ、じゃあな、変人ど。誰が変人か。マナズルは奇妙ね。何も喋んなかったな。侍たちがここまで協力的なんて。副長のマナズルが進言してくれたようです。彼女は絶大な信望を集めているようですから。副長か、あいつ。鬼の副長がね。それで隊長、この先どうするの。しばらくは警戒態勢を維持する。椿、お前はしばらく里に留まる。北にも南にも出撃できるように。わかったわ、任せて。グエン、二人にはお世話になった。この鬼の手もらってもいいのかしら。構わないと思う。博士は信頼できる人物に渡せと言っていた。ありがとう。私はモノノフのてっぺんを目指してるの。あなたたちはその好敵手になりそうだわ。一緒に切磋琢磨しながら頑張りましょう。嫌そうにする。頑張ろう。挑発する。嫌そうにしてみよう。別に嫌そうな顔しないでよね。また会おう、椿。ええ、約束よ。あ、仲深まったあ、同行可能になったな。博士に報告する。博士に報告しよう。博士、いた。あれ、かぐやじゃん。良い風だ。誰だって今振り向いたよね。最初話しかけた時。お主はなんだ。びっくりさせるな。見つかったかと思ったぞ。こうやって見るとかぐやめっちゃ小さいな。馴染めたか。誰って失礼な。何をしてたの。少し散歩な。岩宿の中は息苦しくてな。風に当たりたくて出てきたのだ。ここは絶好の隠れ場所だ。見晴らしも良いし最高だな。それに良い風も吹く。自由とはいいものだ。この風のように気ままに世界を旅してみたい。そこには見たことのない景色や会ったことのない人々がいるだろう。神垣の巫女としては望むべくもないが。そうだ、お主のことを教えてくれないか。この前は時間がなくて聞けなかった。私に外の世界のことを教えてくれ。外の世界。記憶喪失。そうなんだ。おまけに10年前の横浜から来ただと。そうなんだ。私をたばかっておるのではないだろうな。小娘と思ってバカにするでないぞ。本当なのか。すごいぞ。それはすごい冒険談だ。もっと詳しく聞かせてくれ。早速本に書かねば。本に書かねば。私は作家を目指しているのだ。そうなのか。珍しい話は必ず書き留めるようにしている。世のおかしきことを集めて本にするのが私の夢なのだ。枕草子や源氏物語のようにいつまでも色褪せぬ作品を作りたい。狭いところにいても遥か遠くまで見通せるような作品を。そういうわけで私にもっとお主の話を聞かせてくれ。おお、かぐやと仲良くなった。かぐやとはこうイベントじゃないと仲良くなれないからな。横浜での激闘、
神羅号の出現、軍師供養の到着、そして空に開く鬼門。今まで聞いた中で一番の冒険探だ。これは良いネタになるぞ。しまった、もうこんな時間ではないか。いい加減戻らねば大目玉を食らう。今日はこの辺にしておこう。また話を聞かせてくれるか。じゃあそれまでに大冒険しとくよって選ぼうと思ったら分かったりしちゃった。そうだ、お前には教えておこう。実は秘密の通路があるのだ。何？あそこか。神垣の巫女の脱出通路として作られたものらしい。忘れ去られていたのを偶然見つけたのだ。私の部屋のタンスに通じている。良いか、誰にも言うでないぞ。私のことは見なかったことにしておくのだ。ではな、また会おう。じゃあ今度からこの穴を通ればいつでもかぐやに会えるのか。この穴、あ、なるほど。博士、空間転移したぞ。浄化してこい。新しい発明品、その名もカラクリ鉱石。反応が薄いな。素材を合成できるんだ。じゃあしっかりな。素材合成すると、へえ、合成力なんかよくわかんないな。所持数171も持ってる。これを何、これパーセント9個。いっぱい入れればいいってわけじゃないのか。 80% ぐらい。成功確率がどんどん上がっていく。280% ぐらいでやってみよう。もったいない気がすんな。最小、最大、最小 80% でやると失敗。難しいな。190成功。鬼のカンナ棒3個で合成素材が増えたってことか。あー、そうか、大きな耳とかいらないもんな。最大、まあいいや。後でやろう。椿を任務に誘う。
遠藤彩さん、遠藤彩さん誘わないと。どこだ、いた、一緒に任務に行こう。面白いじゃない。そう、椿いるとね、剣心の御霊持ってるから助かるんだよね。ちょっと分かったから早く行こう。イエーイ、仲間になった。で、上？カムイどこ？こっちか。何者だ、ここは侍の庭、よそ者は去れ。いや、よそ者じゃないっす。侍たち、場合によっては実力で排除する。え、そんな野蛮なの侍たち。だから言ったでしょ。あ、何してる。噛むのか、怪しいやつが。そいつは敵じゃない、行かせてやれ。何？しかし一人はこの絵の格好を。そっちは知らん、好きにしろ。ひどい。ちょっと、私も一緒に戦った仲でしょ。何の騒ぎだこれは。マナズル、副長。副長、申し訳ありません、侵入者です。侵入者、この絵の椿か。そしてもう一人、K は何者だ。カムイに会いに来た。あ、カムナだった。身の引け、客人の相手は私がする。ですが。引けと言った、聞こえなかったか。あ、申し訳ありません。助かった。この当変僕、覚えてなさいよ。ここは侍の陣所、この絵を連れてくるのはおすすめしない。私は侍部隊の副長、マナズル。 K の名を聞こうか。ムックミュウです。なるほどな。 K が弟の言っていたものの俯瞰。私はカムナの姉だ。話は弟から聞いている。鬼の副長が。俺に何か用か。一緒に任務に行こう。あいにく稽古の途中だ。任務なら後で。いや、ちょうどいい。稽古の相手をしていく。何？お前の力に興味がある。すまないな、剣術バカで。せっかく誘いに来てくれたのだ。無理にでも行かせよう。いいお姉さんじゃないか。一つ頼みがある。私にも鬼の手を使わせてもらえないだろうか。その力はカムナに見せてもらった。鬼と戦う上で貴重な戦力だ。代わりに私も任務に協力する。それで頼めないか。おお、マナズル来てくれんの。ダメよ、ダメよ。これ以上侍に鬼の手が渡ったら、私たちこの絵が何されるかわからないわ。そんなこと言うなよ。人体には効果がない。素通りするの？そういうことは早く言いなさい。どうだろうか。わかった。感謝する。これが鬼の手。不思議な石の輝きだ。Kの行為に感謝する。早速任務に向かおうか。俺は行くと言ってないぞ。お前には聞いてない。
行こうか。行こう。話が分かるお姉さんでよかった。いい君だわ。